動画パソコン室です。 CG の授業があるのでその時にここに来るんですよ。授業の時は一人一台だからね。これだけの数がいるんだ。それにしてもやっぱ大学校舎は遠いよな。だろう。しかも休み時間中に移動だから走んねえと間に合わないしな。なんか近道とかないのかな。構造的に想像はつくが。が？なんか問題があるの？柵が邪魔になるのだ。勝手にどけるわけにもいかない。ああ、そういうことか。あ、そういえば私の幼なじみは近道にも詳しいみたいですよ。小さな頃からずっと仲良くしている友達のことですね。私の幼なじみはこの学校の GA3 年生なんです。そういえば前に学食の自販機で助けてくれた2年生とかいたね。あれも長く通ってると分かってくる裏技だよね。裏技とは少し違う気がするが。なあなあマリー、お前は CG の経験ってあるのか？え？なんだよ、なんか歯切れが悪いな。そうだな、ただ教えるのもなんだし、マリの想像を聞かせてくれよ。まあ母国語以外の韻は聞いたところで不可解な音にしか聞こえないものだからな。文節で分解することもできませんよね。確かに。そういや次の CG の授業っていつだっけ？ちょっと覚えてないです。でもマリさんがいる3ヶ月の間に何回かあると思います。その度にここまで走ってくるわけか。マリも覚悟しときなよ。自由になってるんだ。だろ？風が吹くと気持ちいいし、なかなかいいスポットなんだ。本当ですね。こんなに眺めが良かったんだ。キサラギ殿は屋上には来たことがなかったか？いえ、あることはあります。けれど、こうしてゆっくり景色を見たりはしなかったので。まあ普段の生活じゃここに来るような用事はなかなかないしね。どうしたのマリン、なんか急に黙っちゃって。あ、もしかして高いところ苦手か？ああそっか、かもしんないよね。じゃあマリンのおばあさんってこの学校に通ってたってことか？なんでそうなる？だってこの景色を見たかもって。例えだよ例え。本当にトモカネは一直線な考えしかできないんだから。マリ殿、ここから見える景色を少し説明しよう。あ、そうですね、学校や町を紹介するのにちょうどいい景色ですね。こちらにある建物が大学の校舎だ。私たち高校の生徒もたまに授業で行ったりするんです。あ、図書館もありますよ。マリさんが興味を惹かれる本がたくさん置かれていると思います。でね、あそこに見えるのが駅前の商店街、おいしいクレープのお店があるの。あ、それとね、マリに似合いそうなブランドのショップもあるんだ。今日の帰りちょっと寄ってかない？図書館に？なんで？いやいや、探検ってなんかもう根本的におかしいぞ。探検を置いておいてですね、私も日
本とマリさんの国との文化の違いに興味がありますからご一緒したいです。ちょっと待った、何ともかね、放課後は放課後で催し物を決めてんだよ。だから今日のところは俺に任せとけ。ブーブー、ともかね横暴だ。まあまあいいじゃない、なんかやる気みたいだし。うむ、ともかね殿がどういったプランを練っているのか興味深い。へっへっへ、マリのために日本の女子高生らしい放課後ってのを考えてるぜ。しかしともかねには似合わないセリフだな。先に部室に行くって言ってたのにどうしたの？この子と話してた。マリって言うんやって。あら、あなたってもしかして GA1 年に来た留学生さん？ああ、そっか。殿先生が言ってた子やな。でも一人でどうしたの？おお、つまりマリはこの学校をより深く知りたいってことやな。なんや、それやったら早く言えばいいのに。ちょっとアーさん、ブチさん、カモがネギしょってきよったで。はあ、また始まったわね。マリ、今時間あるやろ。この学校のとっておきの場所に連れて行くで。興味あるやろ。な大丈夫や、後でちゃんとクラスまで送り届けたるから。ごめんなさいね、マリさん。アーさん、こうなると手がつけられないの。ちょっとだけ付き合ってもらえないかしら。悪いようにはしないわ。そうそうそう、悪いようにはせえへん。さささ、こっちやで、こっち。おお、なんや、ちょうどええことに全員揃ってるやん。あ、部長。こんにちは。水口は一緒じゃないのか、珍しい。ああ、ブチさんは今廊下で誰かにメールしとるんよ。
終わったら入ってくるって。ってあれ、その人って誰？ここの部員じゃないよな。そうや、ここはな、美術部の部室やねん。で、そうやった、私実は自己紹介してへんよね。私はあわらちかこ、GA の3年、そしてこの美術部の部長や。一応ここにいるのはみんな部員ってことになるわね。ああ、ブチさん、連絡終わったん？ええ。ああ、ごめんなさい、私は水ブチ、アーさんと同じクラスなの。よろしくね。ええか、みんな、この子はマリアンヌ・ファンティエネン、 GA1 年に来た留学生や。留学生？ええ、海外の美術科のある学校との交換留学生なの。へえ、 GA にはそういうのがあるのか、知らなかった。マリーだっけ？俺はホムラ、 KJ2 年だ、よろしく。あ、悪い、そりゃ知らないよな。 KJ ってのは工業化自動車整備科って意味なんだ。 FA 普通科3年の大住だ、よろしく。ズミンは一応副部長なんだぜ。ズミンじゃない、魚住と呼べ。僕はトモカネです。あなたと同じ GA で2年ですよ。やっぱり気がつきました？僕の妹があなたと同じクラスにいるはずです。はい、妹ともどもよろしくお願いします。そう、マリさん、キサちゃんとの知り合いだったのね。ええ、山口キサラギって子、同じクラスでしょ。あら、そうなの、キサちゃんともお友達になったのね。トモカネくんの妹さんのことといい、なんだかマリさんと私たちって縁があるみたいね。せやで、これはもううちの部に導かれる運命やったんや。またまた部長は大げさだな。大げさやないもん。ん？何？甘い、甘いで、マリー。ええか？確かに美術の勉強は GA でもできる。そうよね、この部がたった5人なのは需要がないってことなんでしょうし。ブーチさん、さらっとひどいこと言わんで。それに5人やないもん、部員は6人や、さなえちゃんも入れて。この子や。あわら、何回も言ってるが素描人形をカウントに入れんな。部長さん、マリさんが困ってますよ。あ、あかん、話が脱線してもうた。あんな、マリ、部活にはな、部活でしか学べないことがいっぱいある。日本での学校生活を思いっきり楽しむんやったら部活に入るべきなんやで。どこで聞いてんだろう。さあ、あまり突っ込まない方が良さそうだ。そう、分かっとるやん。部活こそが青春なんや。例えば先輩との交流。私な、この部活の先輩にいろんなこと教えてもらった。美術のノウハウだけやない、学園内の裏道とかラウンジの空きやすい席とか。そんなん授業で教えてくれるか？教えてくれへんやろ。美術部に入ってくれへんかな。ぜひともお願い。この通り。ごめんなさいね、アーさん、部員を増やすのにいつも一生懸命なの。当たり前やろ、
私は卒業した先輩たちから部の未来を託されてるんやから。どうかなマリー、他にも部活でしか勉強できへんことあるし入ってくれへんかな。急に言われても困っちゃうわよね。というかマリが部に入るのは無理だが。え、あれトノ、いつの間に。なんでや先生、なんでマリ美術部に入れへんの。マリは留学生でこの学校には3ヶ月しかいられない。だから部活動に入れないんだよ。まあそういうわけだ。諦めろアワラ。っていうかお前、何も知らない留学生をたぶらかすな。そんな人聞きの悪いこと言わんといて、トノ先生。ああ、私たちはトノ先生って呼んでいるの。別にどっちでも好きな方で呼んでくれていいよ。トノは美術部の顧問なんだぜ。ああ、顧問っていうのはクラブの担当の先生ってことですよ。なあなあトノ先生、なら名誉部員っていうのはどうや。なんだそれ。正式な部員にはなれんでも美術部の一人、ここの仲間やって認めるってことや。いいですねそれ。そうや、いつでも遊びにおいでえな。うちら昼休みだけじゃなくて放課後もここに集まってるから。ええよね、トノ先生。まあ3ヶ月だけだし、いいだろ。留学生としていろいろな科の生徒とより多く交流するってことで話は通る。よっしゃ、さすがトノ先生、話がわかるな。アーさんは本当に強引よね。でもマリさんが部員になるのは大歓迎よ。楽しくやりましょうね。そうそう、よろしくな。ええ、僕も仲間が増えて嬉しいです。まあ留学っていろいろ忙しいだろうし無理をしない程度にな。何言ってんねん、むしろ困ったことがあったら部活においで。こんだけ先輩がおるんやし、どーんと頼りな。友達とはぐれてるんやったよね。それなら問題ないわ。さっき私がキサちゃんの携帯電話に連絡取っておいたわ。昼休みはこっちで預かってるって言ってあるから心配しなくて大丈夫よ。おお、なんかブチさん連絡しとったん。それか、さすがやね。アーさんのフォローをするのも保護者の務めですからね。じゃマリさんは私が GA まで送っていくわ。そろそろ昼休みも終わるから。あ、よろしくな水口。うん、じゃあマリ、いつでもまた遊びに来てよ。ま、部長をはじめ変人ばかりだがそれでよければ。あら魚住くん、それはどういうこと。あ、いや別に。気が向いたら来いよ、歓迎するぜ。待ってますよ。